八王子本線料金所とは、東京都八王子市にある E20 中央自動車道の本線料金所である。八王子インターチェンジに併設されている。中央道の料金制度は東料金所を境に、高い土方は均一制区間、小巻き方は大距離制区間となっていたため、下り線では通行券を発行し、上り線では八王子インターチェンジまでの料金と八王子。 インターチェンジ高井戸 IC 間の料金の合計額を徴収する。また、下り線は八王子インターチェンジの入り口料金所も兼ねる。2016年4月1日から中央道は全線が対距離制区間になっているが、ETC 社の料金徴収方式は変わらず、八王子インターチェンジ高井戸 IC 間は事実上金一制区間のまま最長距離に応じた。 料金へと値上げされ、引き続き通行券発行、料金徴収が行われている。ETC 社については、2017年1月17日までは、従前通りあたり料金所上り線では、八王子インターチェンジで区切って計算した料金が通知され、請求時に修正していたが、 翌18日から当料金所のボーリ線でも料金は通知されず、出口フリーフローアンテナで通知される。ETC 時間帯割引の時刻判定は、八王子インターチェンジから流入の場合を除き2016年4月1日以降は行われなくなり、2017年1月18日から、八王子インターチェンジ下りオンランプのフリーフローアンテナが運用されたことにより完全に、 廃止された。規制の交通集中による渋滞や、初日の出暴走の検問風景など、しばしばテレビ番組に登場する。2003年には、非接触 IC カード方式によるオートバイ用の ETC の実験も行われた。U ターン施設などが検問用に整備されているため、一般の交通取締まりのほか、廃棄物の不法積載、 化石祭などの珍しい取り締まりも行われている。霊園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。ありがとうございます。